とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使っていこうと思います。これ、この前タワーで出ましたハープクロスボウですね。黄金が惜しい連鎖反応の2なんですよ。2。で、2は 20%、3は 30% なんですよね。この 10% がどれぐらい響いてくるのか、それが問題なんですよね。で、下のエンチャントは超理想的だと思います。リフレッシュ、マルチショット、無限ですね。問題はその 10% だけだね。どうだろうか。で、アーティファクトは花火、キノコですね。花火3つでもいいんですけども、まあ、打ち漏らしとかがあった場合、ちょっとまずくなるので、一応キノコを入れて槍で続いていきます。で、防具はこれね。ミステリーアーマー。まあ、これもね、263の防具がいいんですけども、まあ、とりあえずっていうことで、装備してます。では、行ってみましょうか。それでは行きましょう。今回のデイリーは、初期 HP が1に固定で 33% がクリーパー。で、プレイヤーは吸血。まあ、近接で戦わないから、吸血は関係ないかな。やっぱりか。リフレッシュが効かなくなるとね、途端に弱くなるんで、それがちょっと問題ですね。まあまあ、そこを、キノコと、槍で、なんとかしていきましょう。あと、まあ、無限がついてるんで、ちょっとはマシかな。無限さんは、発動、おい発動率が、48% か。そんぐらいだったよね。48%。まあ、2回に1回だから、まあまあ、それでもいいんじゃないですか。トゲとかがね、効かないっていうのも、まあいいところですよね。トゲを無効化するっていうので、まあまあ使いやすい。けどこれ、やっぱ、戦いには慣れが必要だね。毎回毎回、花火が切れてないかを、確認しながら行かないといけない。おお、無限結構、発動しまくるな。あ、いいね。無限がついてると、花火は2つで、結構十分ですね。たまに、どうしようもなくなることもあるんだけども、その時は、近接で叩けばいいんで、あ、これ間違いないかもしんないね。で、防具だな、防具。ポーションと、ポーションバリアとクールダウン、これは、決定なのよ。あと1個に、瞬速を入れてると、快適になるかな。ちょっとね、移動速度が気になるところですね。なので、瞬速を入れれば、ちょっとマシかな。はい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 。まあまあまあ、特に問題なくいけてるので、まあ HP1 だけども、大丈夫じゃないですか？クリアできそうな気はしますね。いきまーす。中間地点過ぎました。大体使い方がね、分かってきた。とにかく、ハープクロスボウは、空打ちでいいんで、花火を使わなくていいので、とりあえず、ガシガシ振っとかないとダメですね。もうこれ、動きを止めちゃダメ。もうとにかく、打ちまくる。それが重要ですね。そうすれば、まあ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 、たまにリフレッシュが効かない時もあるけども、まあなんとかなる。逆にね、動きを止めちゃった方が、危なくなるので、ちょっと使い方がね、これは難しい感じですね。オッケーオッケー。で、結構足を止めて攻撃をしまくることがあるので、瞬速はあんまり合わないかもしんない。瞬速よりも、もうちょっと耐久力を上げる感じにした方が、これには合うのかもしれませんね。おい、はいはいはい。だからなんだろうね。これの理想的な防具のエンチャントは。なんだろう。まあ、ポーションバリア、クールダウンは正解で、あと2つだよね。サプライズギフトもそんなに意味がないような気がするんで、まあ、幸運はいいですよね。幸運はいい。あと1
構、ヘルスシナジーとか入れた方がいいのかな。いや、もうむしろ防護で防御力上げた方がマシなような気もしますね。ちょっと、これエンチャントが難しい感じ。うん、ちょっと難しいですね。あやばいやばい、こうなると弱いんだよな。再挑戦してきました。途中で旗を取ったらプレイヤーダメージが 40% 減少してモブ HP が 160% 増加しました。かなりきつい。うん、でもまあまあまだ1回も死んでないので大丈夫とは思うんですけどね。やっぱね、花火一発で倒せなくなったっていうのが結構辛い。うん、 OKOK、 これリフレッシュがね効かなかった時がマジで終わりそうなのよ。なのでそこは注意していかないといけません。 OKOK、 ボス行きましょう。できればね脅威もね3ぐらい取っていきたかったんですけどね、ちょっとそれはなかったんだよな。 OK、 いやきついなこれ。まあまあ、雑魚出してきたときに、だいぶダメージ与えれるかな。あっぶねっていうところかな。いや、きついきつい。これは減らないな。さすがやね。全然減らん。雑魚が来たときに、こう連鎖反応で、だいぶダメージが入ってくれれば嬉しいけども、でもね、できれば雑魚をね、ある程度、こっちに引き寄せてか、あーもう難しい、むずい。雑魚引き寄せてから一気に行きたいところなんだけどね。いや、難しいわ、やっぱり使うのが。よけ。いや、厳しいか、全然ダメージにならん。でもまあ、リフレッシュが効いたからね、オッケー。なんとかしよう。なんとかしましょう。OK。危ない、おぉむずい。はい、それでは戻ってきました。もうやめときましょうかね。無理だ。難しい。やっぱね、この強敵が出てきたときに、なかなか倒しきれないっていうところが、難しいよね。怠慢になるとね、もう本当に一気に弱くなってしまう。まあ多分、花火のね、2、5、6になると、またちょっとね、ダメージも上がって、変わってくるとは思うんですけどね。と、やっぱり連鎖反応3なのかな。雑魚戦ではね、そんなに気にはしなかったんだけども、やっぱり3あった方が無難な気がする。うん、まあまあ、そりゃそうだよね。で、防具も、そうね。やっぱり263のやつは絶対必要だね。どうしてもね、ダメージ受けるときがあるので、263はいる。で、エンチャントはクールダウンと、デスバーター、で、ポーションバリア、防護かな？耐久力をゴリゴリ上げていった方がいいような気がします。やっぱりポーションバリアがないと、ダメだわ。耐えれない。はい。ということで、まだまだね、厳選は必要になります。ただ、花火ビルドを使うのであれば、まあ、最悪、251でも全然大丈夫だと思うので、まあ、古代狩りでもうちょっと探してみますか。なかなか出ないんですけどね。はい。もうちょっと、厳選頑張ってみます。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。